プロフェッショナルレスリングジャスト TAP アウトは日本のプロレス団体。コンセプトは本当の意味のプロフェッショナルレスリング。略称は大解名などにも用いられる。やっと。創業者の高道の区が理想として掲げる、子供の頃に見た鍛え上げられた肉体のぶつかり合い、磨き上げた技術を見せるリングを目指している。高自身がスカウトした人材を育て上げることで、 普通の人にはできないものイコールプロフェッショナルという考えから誰でも入門できるというわけではなかった。現在は一般から入門生を募集している。両設備がないため自宅から道場や試合会場に通えるものなどが条件にある。また所属に関しては自身以外純粋な生え抜きにこだわり、レギュラー参戦った団体、フリーランスからの移籍による所属は基本行っていない。 所属選手へのチケット取り置き禁止としていたが、現在では LINE の専用 ID から予約受付している。所属選手の個人情報は最低限の公表とし、全団体同様に本名は非公開。練習生はイニシャルに統一し SNS や配信アプリで定期的にファンと交流していく。グッズに関してはパンフレットとアパレルに重視。ポートレート、 小物などの制作はしていなかったが、2020年から開始したクラウドファンディングや福袋などの特典用として、非売品ポートレートが作成されたのをきっかけに、ポートレートの一般販売を開始した。所属選手とファンの距離をあえて遠くすることを明言しており、試合に集中させるため物販ブースには、所属選手は立たせない。また会場内でのサイン、撮影を禁止としている。 他団体参戦の場合、物販には選手が立つが対応は同様である。ただし、選手個人のイベント出演の際には、サイン、撮影が可能の場合がある。外線工業や特別工業、団体主催のイベントに関しては、サイン会や撮影会が特別開催されることもある。上記に関しては、団体名を同じにしただけで、それ以外一切関係がない。 団体の方針として、団体管轄のベルトは創設せず、ランキング方式として、トーナメント優勝者から順位付けとなり、以降は、ランキングマッチの結果で順位が変動していく。トーナメント開催当時には、女子選手も参加したが、ランキングに関しては、男女別にする方針を決めた。やっと、ランキングマッチ及びトーナメントでのルール略歴以降、デビューする新人が増えてきたため、 ブラック軍の参戦がほぼ減少していき、マスクの中身も入れ替わるようになった。ありがとうございます。